花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。金尾由郎の音楽魂、今日も、夏真っ盛りという感じですけどもね、今日はゲストいらっしゃらなくて、金玉ということで、おなじみ松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。天気いいね、今日はね。ね、暑いですよ。いや、まあ夏は暑いに決まってもね、本当に暑い。セミがね、この武蔵小杉タワープレイスのそばでも泣いてましたね。耳鳴りじゃなかったのよ。よかった、よかった。本当のセミが泣いてましたね。現状かもしれないよ。うん、ということでね、桜田武史、ね。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。どう、暑いけど。暑いっすね。苦手ですね、うん、暑いのは。あ、俺も大好き。大好きだけど、今年。寒いのよりはいいかもね。今年は、もうね、まだエアコン入れてないんだよ、俺。いやー、考えられないな。死んでしまいますね。寝る時もつけてるんですけど。僕部屋にないの。だからね、横浜にもういた頃からね、まあ、ここ10年20年ぐらい、10年ぐらいか、まあ、その前からだけど、風が通る家だったの。ちょうど森林公園の近くだったんで、だからね、すごくいいんだけど、まあ、今はちょっとね、都内に来ちゃうとなかなか風の通り道っていうのはなくてね、近くのね、小川があって、そういうところにね、涼みに行くのよ、たまに。そう、風の通り道があってね、そういうとこでもね、ちょっといい感じですよね。で、自然地というかね、耐えられないかな、やっぱり。でも喫茶店30分もいられないもん、寒くて。キンキンに冷えてる。もう寒いでしょ。喫茶店行くんだったらあれだね、長袖の上着持ってかないと無理だね。絶対私も上着持ってますね。どうですか、そう、松下さんあたりは。もうだから家を出るときは暑いけど、絶対長袖は持っていかないと、寒くってもうキンキンじゃないですか。電車の中もね、結構冷えてるから。そんなことないのかな、みんな慣れちゃうんじゃないの、寒さに。いやクーラーはまた別のね、慣れないな、寒いのは。そう、まあね、さあ今日は金玉ということでね。そうです。まず僕ずいぶん昔に歌ってた曲があるんですけども、それをね、はい、久々にちょっと英語の歌を歌いますか。はいはい、ね。Grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pity pat, and that happy turn is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in a shade with the blues on parade, but I'm not afraid. This rubber crossed over, if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold is at my feet on the sunny side of the street. Hey. In the shade where the blues
this rover, cross over, if I never have a cent, I will reach as Rockefeller. Life can be so sweet on the sunny, sunny, on the sunny side of the street. はい、On the Sunny Side of the Street っていうね、これはあのもう随分歌ってないけど、21ぐらいの頃に歌ってたの、昭和だ。おこういうのね、あのまあこれルイ・アームストロングとかで結構ね、うんうん、有名この歌ね、いい歌ですけどもですね、いいね、あのしばらくこういうのもやってなかったからね、簡単なコードもすぐ間違えて 今の気分にちょうどいい感じ、今のね気分に、暗い感じ、うん、やっぱ暗いね、あのやっぱりね、明るい表通りに出てね、みんなあの気分をね、今出ちゃいけないんだけど、うん、気持ちはちょっと出て、出るのは別にいいんだよ、外はいいんじゃないの、別に、まあね、うん、密になんなきゃいいんだよね、そうそう、だからあまりにもなんかやっぱこうそういう規制が多すぎるとね、人間って暗い気持ちになっちゃうじゃない、ね、だからこういうなんていうかな、表通りに出てさ、気分をね、あの変えて、幸せな気分になりましょうってね。この歌じゃんね、世界大恐慌の後に出たのね。世界大恐慌ってほら1927年に、そうそう、ね、昔はロックフェラーがお金持ちの代名詞だったんだけど、そう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 、今はまた違いますけど ね、 時代がね、今だからビル・ゲイツに変えて歌ってる人いるよねビル・ゲイツはちょっと怪しいな、あいつは怪しいってことということでね、お便り行きましょうか、はい、はいはい、これね、うん、あのいつもの素敵な、うわこれ、ね、まあ、こういう本当に、ね、おはがきとかね、あのいただくと ね、 四季折々にね、こう涼しげな、ほらこれ折り紙の、はい、イルカ、京都の京子さん、京都の京子さん、いつもね、はい、毎年毎年ねくれるんだよ ね、 ね、はい、今日はねイルカの絵ですね、うん、貼り絵です。ここにね詩があります。涼しさや、うん、イルカの遊ぶ波頭、ほう、これは桜木俊明作、俳人のね、あ、なるほどね、ですね、また字がもう綺麗ですね、ですよね、初中お見舞い申し上げます、うん、平和の祭典に感動しています、はいはい、日常も平和になればと心から願うばかりです、うん、そうですよね、今日はね8月6日は、うん、あの黙祷、そう、そうですね、あのやっぱりこう忘れてはいけない日ですね、うん、ですね、もうほとんど僕らって戦後ね生まれで、それであのほとんどの人たちが、その人たちがもう大人になってるっていうかね、うん、感じですけどもですね、考えてみれば僕戦後9年で生まれてんだよね、それすごいですよね、考えてみたら20年だからね、そう20年代だもんね、そう、だから9年経ってもうすでにもう俺生まれたんだね、うん、焼け野原の、いや焼け野原もちょっと、いやでもね復興してた頃に生まれたんだろうね、そうですよ ね、 ね、そうか、そうそう、考えてみれば、うん、だから、この前のね地震から10年でしょ、うん、そんな感じですよね、だから戦争が終わって10年って、うん、ああそうね、結構早いでしょ、うん、でも昔のあの10年戦争終わってる復興ってさ、うん、なんかすごい機械とかもないから、うん、でもすごいすごいよね、ほぼ人力で復興みたいな感じじゃない、うん、今だったらね機械があるからなんか岩とかいろいろどけるんだってさ簡単にできるけど、うんうん、人力がね人力でやってるって考えるとすごいよね、うん、だからみんなが同じ気持ちだったんでしょうね、そう気持ちがやっぱりそういうことってものすごく大事で、あのなんだろうな、こうあまあコロナっていうことでね、そのそういうことでなんか不信感がみんな生まれちゃったりとか、うん、あの信頼関係がなくなるようなね、うん、ことってあんまり良くないと思うのね、だからやっぱりみんなでそこで助け合って、うん、あの生き抜くっていうか、まあ今から先もねちょっと先が見えないような、状態に今なってますけども、そういう風になるとね、あのすごくそれがあの要するにまあそういう辛いことが糧となってね、うん、あのいい方向に向くんじゃないかなとは思いますよね、うん、素敵な おはがきありがとうございます、ね、ありがとうございました、リクエストは来てませんか、リクエスト、
これは初中お見舞いのおはがきでした。ありがとうございます。京都の京子さん。それと、お便り続けていきます、うん、はい。まあでも今オリンピックのね、もう後半になりましたか、はい、あのいろいろなんか問題はありましたけども、まあ、アスリートたちを見てるとやっぱり素晴らしいと思うね、うん、感動するよね、まあ、あの方たちには何の爪ももちろんないし、ね、だけどみんながねご挨拶同じように言うよね、うん、大変ななんか皆さんに感謝、ね、うん、開催させていただいてみたいな、うん、なんか、まあ中でもね僕初めて 見たんだけど、その、うん、ローラースケートスケボー、スケートボード、うん、あれはねすごいですね。あのね試合はねもう幸せになれるね、なんかみんなでこうなんか楽しみ合うというかね、うん、なんかね平和な、本当あれこそ平和な感じ、うん、あの競うんだけども、競うんだけど相手をリスペクトすごくするじゃない、いい技を出したら、うん、すっげーみたいなノリで、うん、わーってあの目くじら立ててこう戦うんじゃなくって、相手を称賛しながらこう自分が高まっていくみたいな、で若いでしょ、ティーネイジャーが多いじゃないですか、すごいね、あれを見てるとあほっとしますね、ねえ、これこそやっぱスポーツの精神なんだなっていうね。いやなんかあんなことしたら俺ほんと腰すぐ痛めるけどでも47歳ね、48歳の人がいたの。あそう、ブラジルだった、あ南アフリカの選手だったかな、うん、やっぱすごいなと思って、ああいう12歳の人がね、そうそう女の子ね、金メダルかわいい女の子、ね、子供ですよまだ、そうですね、そなんかやったことない技やっちゃったんですけど決まりましたみたいな本番でやったことないのを試そうかなと思って試したら成功したっていうね、すごいよね、すごいよね、やっぱりすごいな、若さってすごいなと思って、うん、そうチャレンジャーだな、チャレンジャー、うん、だからなんだろうな、まあ競技によってそれぞれ違う感じはしますが、うん、ちょっとびっくりしたね、あの見方が変わりましたね、なんかね、うん、スケボーとか ね今まで知らなかったから、若い子たちのだから、うん、なんかね、うん、すごい良かった、良かったですね、はい、それでは、うん、いい、うん、読みますね、これミキさんからいただきました、博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは、晴れてます、はい、暑い博多です、うん、先週のゲストの市川ジェームス洋二さん、はい、アルバムも含めて最高の時間でしたね、うんうん、あのジェームスさんのね、アルバム中心にねお送りしましたけど、ジェームス君なんかこうちょっと一見怖い感じがするけど、すごくね、いや癒されますよ、あの声、ね、声優しい声で、うん、最高の時間でした、うん、でそして今週はゲストなしの金玉、うん、いつも通りリラックスした時間が過ごせそうですね、はいはい、今日は忘れちゃいけない広島に原爆が投下された日ですね、各国の立場で考えてしまうことは当然とはいえ、はい、アメリカで長らく言われてきている、うん、戦争を終わらせるために必要だったという話には今でも疑問符がつきます、そうですね、うん、せめて我々は被爆体験や災害についても忘れないということだけは守っていかなくちゃいけないと思っています、うん、本当ですよね、毎年ですが8月には戦争を考える月にしています、もちろん足りないかもしれませんけど忘れて浮かれているよりはマシだと信じて、日々のストレスや不満が爆発すると精神的にも荒れてしまうことが多いようです、だからこそ音楽の力でそんな気持ちを吹き飛ばしていくことが大切ですよね、うん、音楽がないと生きていけないおいらみたいな人間には特にそれが必要です、はい、これだけ長い期間、うん、休むことなく音楽をライブで伝え続けてきた音楽魂は、はい、確実に社会に貢献しているんだなって改めて感じました、そうやろうかいやなんかね、僕も常々思うんですけど、そのまああのやりたいようにやらせていただいて、うん、でまあ、ゲストの皆さんは結構リスペクトしていただいたりとか、こうやってお便りいただけるようになったっていうのはやっぱり皆さんのおかげなんですけど、ひょっとしてこれでいいんだろうかってね思う時はやっぱあるね、うん、うん、なんか間違ってなかったのかなって思う時とかもあるし、うん、なんかなんだろうな、まあ、もっとちゃんとしなきゃっていうのは俺ちゃんとできない人間なんで、喋るのもさ、それを言われたら私もちゃんとしてませんから、喋るのもできないし、いいんじゃないですか、歌も間違えるわけじゃん
じゃあそのゆるい感じがいいんじゃないでしょうか。ああそうでしょうかね。ね、たまにはほらゆるい中にもゲストいらした時にはね。そうですね。ね、やっぱりゲストの皆様がね。金玉はいいんでしょこれで。割と、うん、きっと。まあそうですよね。これからも毎週金曜日の昼には、はい、世界中に音楽の力を届け続けてくださいね。はい、ありがとうございます。なんだか今日は他に言いたいことが出てこなくなりましたので、うん、この辺でリクエストはありません。はい、たまったものやお好きな感じでお願いします。なるほど。いきましょう。ミキさんありがとうございます。はい、ということでね、ミキさんの好きな歌をね、今日は大体僕わかるから松下さんに歌ってもらう。ちょっと待って。いきなり来るね。いきなりは困りますよ。あの準備というのはどっちですか。こっちですね。これは何でしょう。ミキさんたまにねリクエストしていただきます、ね。あ、以前ね、はい、あのこれは星かけの小道。はい、いきますか。はい。あ、これキーが違ってたね。はい、失礼しました。はい、失礼しました。これが金玉のいいところで。今言ったばっかりなのにもう。よろしいんじゃないですか。大丈夫か。はい。小道、ありがとうございました。ちょっと打ち合わせと待ってるんですけど、まあこれが金玉です。あのね、ね、ということをお届けしましたけどもですね、はい、今日はそれぐらいですかね。あ、まだあります。お便り、お便りありますか。はい、もう全部読んじゃいますね。はいはい、カナオさん、松下さん、桜田さん、はい、キキさん、おはつございます。といってもアトランタは8月から子どもたちの学校も始まり、おアトランタですね、気分は夏は終わって
って残暑です、はい、でオリンピックもなんだかんだで、うん、もう終盤ですね、うん、まあ、普段は見ることのない野球でも見てみようかと思います。おあら日米対決ですが、アメリカに住んでいるとはいえ応援するのは当然日本という、うん、どっちつかずの私です、うん、今日は金玉、オリンピック中だからというわけではありませんが、はい、カナオさんに英語の歌をリクエストさせていただきます。お、あ、もう歌いましたね。そうですか、もう英語の歌歌いましたけど ね、まあ、英語の歌あんまりね、あの誕生日の時にはルート、66のリクエストを桜田さんのロックンロールギターで演奏していただいたので、今日は、うん、スイートホームシカゴをお願いいたします。カナオさんのオラビボーカル VS 桜田さんのブルースギターの対決をぜひ聞かせてください。オス。スイートホームシカゴ2人でやったことないかもしれないな、うん、あんまりね。ありがとうございます。あ、そうでした、うん、ちょっとやってみる。あ、そうか、ライブでねやってますもんね。川崎、ちょっと半端だった何、うん、大丈夫だった何ですか。いやいやいや、オラビ足りない。オラビが遠慮してたでしょ。わかる、わかる。最近ね、なんか疲れてきた、ね、ちょっと疲れてきた。オラビ遠慮がちょっと、うん、やっぱあんまりあの俺オラブとフェーダー下げられるからね。ね、うん、これ、まあ、さん、はい、あ、私の今日、あ、お礼を一言いいですか。あ、そうですそうです、あの中尾さん、ね、メロン届きました、ありがとうございます。ちょっとちゃんと言って。北海道の中尾さん、はい、
中尾さんが ねメル足別メロン送っていただきました。足別メロンがねこのスタジオに来ましたよ。今年も、ね、一個ずつ分けてあのいただきます。嬉しい。北海道のね中尾さん、うん、いつもありがとうございます。ね、今日はね、はい、あのすごいそれが楽しみで来ましたっていう感じ。そうそう、ね、暑さにも負けず袋を持って、そしたら袋もちゃんと用意されてました、ね、マジでありました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ね、いつも本当にいつもあの中尾さんねいただいてですね、うん、もうあのここをねアピールしなくちゃいけないんですよ。足別メロンですから。足別メロンですね。足別メロン、ね、その心遣いがまたいいのよ。あの、うん、要するにちゃんとこうあの食べ頃を、うん、に付くように袋ってその付くように送ってくださったんね。ありがとうございました。ね、本当にありがとうございます。メロンとかもう俺入院しないと食べられないとかそんないやそうじゃない。昔はそんな感じだよ ね。そうです。高級品ですよ。俺ちっちゃい頃は入院したらバナナもらったの、うんうんうん、時代ですね。しゃーしバナナなんか月に1回ぐらいそうだからあのね保険屋のおばさまが、うん、あの持ってきてくれて、その時だけバナナが食べられるね。今バナナの価値がその下がったのかどうかわからないですけど、まあ、それがメロンにまた変わりましてですね、僕らね最初はやっぱバナナでしたよね、うんうん、バナナは非常にいいよね。ミネラル豊富でね、栄養が、ね、そうあって、ね、比較的あの安いじゃない、うんうん、で最近僕食べるのよ結構。バナナはいいらしいですよ、繊維質も。そう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 、ね、メロンがまたねこの生ハムかなんかこのいかがでしょうか。いいです ね今日はじゃあそれでねみんな、うんね、あもうそんな話したら、うん、あれですよ、うんなんかお便りね、ご紹介しましょう。久しぶりです、金尾一郎さん投げ銭 FM オン中ということでね、あの投げ銭 FM っていうことはねチャーリー佐藤さんでございましょうね、皆様こんにちは。暑いですというね、暑いさなか金玉ご苦労様ですってね、はい、個人的なわけがあって Never Give Up You をリクエストいたします、よろしくお願いいたしますというね、うん、チャーリー佐藤さんですけども、これ今日2万円、来てますけどもね、うん、ねこの一番最後に、高校の同級生が昨晩亡くなりましたというね、あそうですか、本当にあの僕もそうなんだけど、僕の周りまあ年齢もあると思うんですけども、やっぱり亡くなる方がね最近多くなってきちゃってね、うん、本当に寂しいことですけどもね、ご愁傷様です、いつもカンタービレの高橋の隣で微笑んでいるやつでしたという、うん、じゃあ僕も知ってるな、じゃあ多分、うん、昨晩より高橋が泣き続けておりますというね、この番組のスポンサーでもあられますね、高橋さん、あの由美子さん、本当にねあの言葉もないのですが、あのご冥福をお祈りいたします。ということでね、リクエストにお答えしましょうか、うん、Never Give Up You いきますか、はい。朝まで踊ればスローダンス。
スマン。はい、デバギバブユーっていうね、金谷翔でお届けしました、ということでですね、今日なんかあれ曲のこう展開が早い感じです。早いですね。早いですね。あのね、あれ先週の、江川さんのリクエストでやれなかった曲があるんだよね。覚えてる？江川さんのは、うん、風の中で盾かな。風の中、それとなんかありましたよね。できなかった曲、何がありました？今、うん、メールが、さっきの中尾さんからメールが。あ、中尾さんから、うん、じゃあそれをご紹介しましょう。芦別メロンは知名度がなく、富良野メロンとは品質が同じで、芦別の方が気温の高低差があり、うん、糖度が高く美味しいのに、うん、市場の取引額が富良野メロンの半額なので、あ、メロン農家の廃業が進んでいます。それで知名度を上げようと、おすましでしょうとか、渡辺茂さんを通じてメロンを送っていました、はい、皆さん SNS などに上げてくださり、めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、そうですか。はい、誠さん夫妻も協力してくれています。あ、本当。最初に音楽魂に送った時、はい、加納さんが富良野メロンと言われ、誠さんがすぐに芦別メロンねここ大切にと言ってくれました。あの最初ね、僕そういうなんかその産地がねいろいろあるっていうのもすら知らなかったんだよ、うん、まあね、隣が近いんだよね、うん、そうですね。そういうことなんだね。芦別メロン、やっぱこれ宣伝しないとダメですよね。そうですね、うん、だそういう思いがあって、うん、その芦別メロンを広げようとしてね、うん、あの頑張ってると、はい、で、つしみさん、芦別メロンの告知ありがとうございます。会社のみんなで聞いていました。あ、嬉しいですよね。ありがとうございます。本当にね。毎週来たら毎週国に行くけどって、そう言うと厚かましいよね。シャーシーって言われるよ。あんまりやると厚かましいでもお断りされる。でも本当に美味しいのね。うん。あのね、うん、私たちはほら品質どこのとかってあんま分かんないけど、うん、農家の人がその半額って半分も違えば全然 ね、まあ、初めてそれ今大きな原材料同じだからね。そう、現実がね、うん、私たちは分からなかったけど、 それを聞くと、うん、みんなで芦別メロンを食べましょう。だからね、メロンを先ほど言いましたけど、まあ、僕はそんなにしょっちゅうメロンを食べるようなね人間ではない。人間っていうか、あのね、メロンって高いものだと思っていたんで。そうですよ、高級品ですもんね。いろんな分からないけども、とにかく美味しいからね、うん、びっくりしたのよ。思い出した、まあ、あの僕芦別の先輩がいて、うん、あのその人に教えてもらったのが、うん、メロンにねウイスキーかけて食べるって。あ、知ってる、クリヌッテでしょ、うん、えウイスキー入れるつか かけて食べるって言った。そうなの、うん、それはまたね、うん、それは贅沢な贅沢だけどかけるよ俺たっぷりかけますよ。本当そういう食べ方もあるんだ、うん、あ、北海道行きたいね。うん、昔はもう毎年行ってたから。そうすると昔向こうの人ってね、なんか切符がいいからメロン頼むとね、半分ほんとポコンって出してくれるの、お店で食べなよみたいな感じ。それをねスプーンでこう食べてましたね。でウニも一箱ポンと出してくれて、カニも一杯どうぞとか言って。マジで本当に良かったな。やっぱああいうその自然のものがね、あの美味しくいただけるっていうところはやっぱりね、日本ならではですよ ね、 いいですよね、うん、北海道は行きたい ね今暑いでしょ、うん、今東京より暑いらしいんだよね。なんかマラソンがほら、東京が暑いからって言って札幌に行ったのに、うんうん、東京より暑くなりそうなんですって。ほうほ、ん、うん、それはすごい。あんまり暑くならないんだけど ね、まあ変わってますからね、気候がね。なるほどね、うん、ということで、はいはい、松下俊美さん、また続いて行きましょうよ。行きます、うん、なんか手抜いてませんか、大丈夫ですか。もっと歌ってください、かなおさん。さっき江川さんのリクエスト、あ、それやってたんだけど、うん、ちょっと気が変わって。俺らすぐ変わるんだよ、気が変わる、ね。うん、かもうちょっとした瞬間すぐ変わるからね、はいはい、曲目とか書いてても、うん、ライブの時もう違うから、1曲目からライブのメニューは違う。あ、よく変わるよね、変わるよ。俺も出た感じで変えていくからね。
でみんなもそれ承知してるから、うん、一応書いてる、うん、変わるでしょうねとか言ってそう、行きましょうか、はい、東京キッド行きますか、はいはい、これどんなどんなあれだっけちょっと適当じゃないですか。楽しいや東京きっと粋でおしゃれで朗らかで右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューリンガム、空を見たけで2番2回も歌っちゃいました、ごめんなさい。黙ってたらいいんだよなんでそう、みんな楽しんでるいやいや自分の中では許せないで許せないでしょ、ね、俺も言っちゃうんだよ ね、ごめん、歌詞飛ばしちゃったとかね。ありゃでもね、あの案外こういうあのちゃんと行かないところが面白いって思われる人もいて、うん、でも全部うーん今日は多いぞ、ね、まあでも2番2回もありじゃん、あり全然オッケーだよ、オッケー。本当？いや、俺3番の歌詞が聞きたかったんだよ。でしょ？やっぱりね。3番の歌詞好きなのよ、あれ。うんうん、ねえ、踊る踊りはジタバーグ。ジタバーグ、それいいよね。ねジタバーグだって知らなかったよね、言葉。うん、ですね、そういうことでですね、俺なんか言おうとして、あ、リクエストがあったんで、告知、告知はないですね。お詫びはないですか？来週の、あ、いいか、来週もあるんだね。もう来週の、うん、来週もあるから、お詫びをちょっとしてますね。お詫びもそうだし、俺手帳忘れた、あのゲストのスケジュール、あ、あります。あなたスケジュールは分かりますが、うん、来週の13日、あ、そうですね、の予定のね、さきくぼはるみちゃん、楽しみにしてたんですけど、ね、ちょっと都合があの悪くなりまして、うん、また延期という形で、そうですね、また改めて、うん、ちょっと落ち着いたら、桜田君もね譜面まで作ってくれて、ね、ごめんね、でもそれまたあのいずれ、うん、来ていただけると思いますので、ぜひ、ね、ご紹介したいと思う。僕もね、はい、お会いしたことないんだけど、もうとっても綺麗な人です、うん、美しい
そうね、もうすごい素敵な人です。もう本当楽しみにしてたんだけど、ね、楽しみでしたよね、うん、みんなね、つとむさんなんかもね、そうそうそう、楽しみにしててね、ちょっと残念なんですが、あのぜひね、また落ち着いたらね、うん、改めて神戸から、ね、ご紹介します。あのなんでね、はい、また改めて、で20日が、はい、丸山恵子さん、丸山恵子さん、はい、久しぶりですね。そうですね、復刻版というか、ビクターから再版が決まったので、うん、そのアルバムを持って、なるほど、はい、宣伝に来ていただきます。丸山恵子さんといえばね、はい、レイ君と二人でいらしてます。あ、そう、はい、いらしてくださる予定です、うん、でその次が、27日かな、はい、近藤恵里さん、近藤恵里さん、またで、ね、グビッとグビッと金沢お気に入りの、そうそうそう、ね、ま、ウクレレ、うん、夏だからウクレレで ね、また歌を聴くとね、この季節いいの よ、 いいよ、それはまあ歌がね、またね、すっごいな、個性的というか、グッとくるんだよ ね、うん、なんかね、すごくね、すごい素敵な方でね、もう本当そのままコマーシャルでいけるって感じね、いけそうな感じ、うん、あれが何でした、グビットがお気に入り、私もグビットっていう言葉がいいなと思って、うん、ね、ね、この間雨だったからさ、そうですね、うん、ちょっとおそらくいい感じになると思って、ね、ということで、近藤恵里さんですね、はい、そのあと個人的な告知ですか、何9日にね、こんな時期ではございますけど、8月9日、はい、はいはい、原宿クロコダイルで菊田俊介 の、 あのアルバムツアー、まあ一箇所ダメになったんですけど、うん、ソロアルバムを出したので、うん、それのレコ発ライブをやります。あ、なるほど、よろしければ皆さん来てください、8月9日もうすぐじゃないですか、はい、月曜日はね、なんか祝日らしいんですよ、オリンピックの関係で、菊田俊介さん と、それからリエリーさんね、あ、リーちゃんね、リーちゃんと関くん、ドラムは、はいはい、ファンキートリオ、そうです、ファンキートリオですね、関、うん、さんとファンキートリオにリーちゃんが入ってくれたって感じ、片野さん、片野敦史さん、うん、片野敦史さんと、うん、初めてじゃないかなと思って、ファンキートリオプラスリエリーちゃんはね、なるほどね、面白いと思う、ね、一部はね、アコースティックでやりますから、ぜひそうですか、いらしてください、ね、よろしくお願いします。で、まあ僕なんかもちょっと8月もライブなくなっちゃったんですが、うん、その気は延期ですね、まあまた9月ね、9月やりますね、9月10月、うん、やります。で、うん、11月はまあちょっと須賀川もまたね、行きたいなと。11月はバスデー、バスデー、ね、うん、バスデーライブ須賀川でね、やります、やりますって言っちゃっていいのかな、まあまだちょっと言っちゃったもん、まだっても言った後に言っても遅いよいや、やろうって言ってましたよ、まあ、できるよね、会いたい、その頃には会いたいから、会いたいから、ということでですね、はい、あっという間の1時間、もうちょっと時間ありましょうか。リクエスト、リクエストは ね、 だからさっき江川さんの風の中から、うん、江川さんの何でしたっけ、オンユアサイドだったかな、オンユアサイドは やったんだよね、で先週来てたんだよね、それね、それでチェックできる、チェックできる、あ、まあでも風の中で立ってやりますか、うん、2曲ぐらい来ていったんですよね、はい、まあ、これは父親の歌で、ね、いろんな人をカバーしていただいてます、風の中で盾をご紹介しましょう。いつも通りさこの街じゃ、冷たい風が吹いていた、生まれたところもいつの日か、知らない街になっていた、ときめきはいつでも間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、出会いはいつでも偶然で、できない
た春の嵐によく似てた夢の中で咲け時が切なくても悲しみはいつしか
はい、ということで金尾義郎、風の中で立てフルバージョンでやってみましたけど、はい、久しぶりにねラジオでやりましたね。フルバージョンはね、フルバージョン、私今思い出しました、歌ってて、はい、リバーサイドホームタウンじゃなかったですか、はいせっかくこれ遅いせっかくさ今もう余韻にしたって話、いやいやいや、それもあったけどもう一曲っていう、ね、お前には風の中で縦の雰囲気にこれ入ってたのにな、いや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 思い出しちゃったね、腰を揉むようなことばっかり言うなあ、本当にリバーサイドこの後ちょっとやりますか、時間までやりますか、ね、短めになっちゃうかもしれない、リクエストずっとあなた歌う、それともいやいやいいです、そんないや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 、カナオさんがねずっとほら思い出してたから、うん、私も歌いながら思い出して出したらちょっと、うん、あそうだと思った、ちょっとやってみますか、じゃあ、うん、少しだけ時間ありますよ、どうぞ、僕と、うん、川が流れてる思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない、人の心が好きさ、福地の山に住む一番だけになりましたけどもですね、いやいやあっという間のね1時間でしたけども、今日も楽しい、ね、あの金玉でした ね、はい、ねということで、また来週ね、それで春美さんお休みになっちゃったので、はい、来週も金玉、そう、はい、金玉をお届けしましょう、はい、またリクエストございましたら、ぜひね、はい、あのいただきたいと思います、はい、今日のお相手は、はい、桜田たけしと、はい、松下としみ、はい、花の後ろでございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。